国水彦神社は、徳島県徳島市にある神社、旧建社。地元では、国間さんと呼ばれている。美山登録に位置し、境内には、徳島県下の神社を包括する徳島県神社庁の庁舎がある。文化3年に、第11代徳島藩主、八塚賀治将が、藩祖、八塚家政を忍び国水彦子の信号を受けて、 伊賀城の八幡神社の北隣に祀ったことに始まる。藩主、八須賀より厚く数計され、江戸期には、蔡史料として、銀三冠十文目の奉納を受けた。明治維新後は、採点書碑金三百円が奉納され、社伝修復なども、八須賀が行ったという。鳥居から神門にかけて、城の真姿を思わせる境内は、 1.8メートルの石垣と堀を巡らしぶきこのような土蔵の神子や、金板書などがあり、祭礼の祭矢や薙刀、ひなわ銃を建て並べた。明治7年に豪舎に列し、同12年に賢者に昇格した。元、徳島城城山にあって、当社に行使されていた竜王宮は、春日神社へ移された。徳島城内の竜王神社の名残は、徳島城跡の竜王山のくなど、 大正6年4月5日、国宝に指定された、立命人佐氏、多ただ堀な作法営6年8月基地は、所有者としてこの神社が記載されている。八須掛家から奉納された太刀との由来あり、現在は京都国立博物館像の重要文化財。第二次世界大戦後、八須掛家からの援助がなくなったためか、一時期、神社は荒廃していた。ありがとうございます。